管理人さん、ようやく会えましたね。あ、新しく越してきた。はい、なんか初めて会う気がしませんけど。どうですか、住み心地は。いや、このマンション妙にメルカリを押してくる人が多くて。だったらメルカリは？わかります、わかります。最初は少し戸惑いもあったんですけど、メルカリって人から人へ物をつないでいく、物を無駄にしない新しい暮らし方ができるんだなって。ちょっと大げさじゃない？え？ちょっと大げさかもね。かもしれませんけど、一度どっかで詳しく話聞きたいなって。そういや、この間メルカリ教室とかいう案内もらってな。今取ってくるから。メルカリ教室開催中。全国各地で始めるサポート始まります。へえ、ちょっと行ってみようかな。メルカリ。いや、今日は緊張するな。まだちょっとその猫が喋ってたことに対するちょっとした。はい、カット。お疲れ様でした。今日の撮影いかがでしたか？感想。あ、いつもと同じで、このコマーシャルは決まらなくていいですからね。そのまま自然にやっておけばいいんで。コーネットさんとの共演も3回目で、結構こう回を追うごとにどんどんこう息もぴったり感が増しているように感じたんですが。あのタモネコ太ったんじゃないか、この間より。なんか今日やけに重たかったけどね。あんなに重たくなかったね。大きくなった、太ったね。とてもおとなしい猫ですよ。タモリさんがシャボン玉を飛ばすっていうすごいレアなシーンもあって、はい、楽しかったんですけど、シャボン玉飛ばされたの結構久しぶりでした。いや、考えたら確か何十年も経ってると思いますよ。シャボン玉やんねえよね。この年になって今日シャボン玉やってみようかって思うねんな。人につなげたいもの、人に引き継ぎたいと思われているものって何かございますか？いや、実は大ありなんですよ。レコードがかなりあるんで、これはもうここ数年どうしようかと思ってるんですが、まあ、バラバラに売ってもしょうがないんで、どなたかどちらかまとめて引き継いでいただける方がないかなと思って、ある一人の人に相談したら、俺も悩んでんだよって言われて、それっきり頓挫してますね。これなんとかしたいんですけどね。ただ今はレコードを見直されてますしね、ちょっと引き継ぎたいなという思いはあるんですけども。タモリさんが新生活と聞いて思い出すご自身のエピソードだったり思い出って何かございますか？新生活は2つありますね。大きな、まず博多から出てきてこっちの大学に行き始めた時と、それから一旦向こうに帰ってこのお笑いの世界に入った時の新生活は、もうこれは重大な意味がありますね。その時のことは結構鮮明に覚えてらっしゃる？覚えてますね。先に来てたやつがいて、同級生なんですけども、そいつの兄貴が4つ違うんですよ。それで兄貴が卒業と同時にそいつが同じアパートに入ったんで、とりあえず
東京の事情わかんないんで、そいつのアパートへ居候してたんですよね。半年くらい居候して、まあ別に移ったんですけども、それが今から55年ぐらい前なんですけども、偶然うちの近所なんですよ。で散歩するんですけど、未だにその木造のアパートあるんです。誰も住んでないんですけどね。アパートの前を通られて、その当時のことを思い出されますか？思い出しますね、あれは。どんなお気持ちですか、その前通られて。いや、もう55年も経ったとは思えないんですよね。佐々木さん、今日は撮影お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日の撮影ではタモリさんとの共演がありましたが、撮影を振り返ってみていかがでしたか？はい、すごい緊張しまして、なんかそわそわしちゃって、昨日の夜から寝れなかったですね。ワクワクしてそわそわして久しぶりのなんかはぁと思って、タモリさんにお会いするのも本当に久しぶりだったので、実はなんかちょっと込み上げてくるものとかあったんですけど、なんかうまく演じられたんじゃないかなと心の中では泣いてましたなんかタモリさんがこう醸し出す管理人としての雰囲気が、演技なのかもう演技じゃないのか、もうすごいなんかこう面白かったですね。なんかそれによって僕もすごい緊張してたんですけど、あ、間違った方がいいやと思ってすごくいい距離感で、 めちゃくちゃタモリさんのこと知ってるんですけど、僕の緊張も重なってちょうどいい初対面 の新住人と管理人の出会いになったんじゃないかなって思ってます。世にも奇妙な物語で、僕がなんか主役でやった時にタモリさんが定食屋のおじさんの役をやった以来なので、演技はそれ以来20年ぶり以上なので、緊張しましたし楽しかったです。撮影前は何かお話されたりはしました？あ、なんかたくさん僕がなんか一ファンなんで、多分タモリさんめんどくせえなと思いながら答えてくれたんじゃないかなとか思ってます。今回草薙さんが新住人を演じるにあたって、新住人の彼はどんな人だと思って演じられましたか？素朴な人なんじゃないかなと。物もあんま持ってなくて、だけど新しいこの生活にあたってちょっと物を増やしたいなみたいな、物をあんまり持たないおとなしい素朴な感じかなと思ってます。草薙さんご自身が誰かにつないでいきたいもの、引き継ぎたいものっていうのはございますか？そうですね、僕も本当物好きなんで、なかなか整理するときに本当に迷うんですよね。これ人に譲っていいのかなとか、もうこれメルカリに出して売っちゃおうかなとか、今現時点でメルカリに出そうかなと思ってるのは革ジャンですかね、レザージャケットを人に受け付けたいというかヴィンテージもありますし新しいのもあるし、本当メルカリ出しちゃおうかなと思ってます。草薙さんの新生活と聞いて思い出すご自身のエピソードとか思い出があったらやっぱり初めて一人暮らしした時とかですかね。その時にもタモリさんに絨毯とかもらったりとかして、今思い出しました初めて免許を取った時に車も貸してもらいました、タモリさんにそうですね、クリーニング屋さんとかも頼んだりとかして大変でしたね。その頃メルカリなかったんで、本当タモリさんにお世話になりました。本当に20歳ぐらいですかね。今思うとタモリさんなくては僕一人暮らしできなかったですね。はい、洗濯機とかもあんまりよく分かってなかったんで メルカリがあったらよかったですね。揃えられましたね、いろいろね。まだなかった頃だったので、なんかいろいろお世話になりました。本当にそうですね、本当に管理人さんにお世話になりましたね。メルカリをまだやったことがない方に対して、草薙さんのこのメルカリの魅力だったりおすすめ
すめのポイントがあればぜひ。そうですね、僕もあまりその新しいことというかあんまり得意ではないんですけど、メルカリちょっと始めてみるとそんなに難しくなくできたので、でまたそうやって教えてくれるところがあると、あまりこういうメルカリとかに触れたことがない方も難しい先入観を持たないですんなり入っていけると思うので、相談室も活用していただけると嬉しいですね。本当に売るのもいいし買うのもいいし、手軽に自分の生活にメルカリ活用していただけると生活が豊かになると思うのでおすすめしたいですね。